広政君、中野君。公明党の中野広政でございます。質疑の機会を頂戴をいたしましてありがとうございます。第三分科会ということでありますので、私主に法務省の所管の案件につきまして、ご質問をさせていただきたいと思います。その中でまずは外国人の人権ということで、何問かお伺いをしたいというふうに思います。昨今外国人の人権をめぐるさまざまな課題、これが報道される機会を目にすることが多くなってきたように感じます。例えば昨年の名古屋入管におけるスリランカの女性の方が亡くなられた事案でございますとか、あるいは今外国人、技能実習生という方もいらっしゃいますし、また特別技能ということで、また外国人の人材の受け入れというのを進めているわけでありますけれども、こうした例えば技能実習においても非常に不当な取り扱いをしているような、そういう事案、こういうものも散見されております。まさにこれは人権上の大きな課題であるというふうに思っておりまして、でやはり日本として、こうした課題をしっかり解決をしていくために取り組んでいく、これが非常に重要であるというふうに考えます。先ほど私が触れましたこの例えば入管の収容施設、あるいは技能実習制度、いろんな取り組みはあると思いますけれども、こうした外国人の不当な取り扱いへの対応、あるいは状況の改善、こうしたことに向けまして、どのように今取り組んでいるのか、この2つの入管の話と技能実習、2つまとめてまずは政府の方にお伺いをしたいというふうに思います。入管庁西山次長。まず名古屋局において被収容者が亡くなられた事案につきましてですが、入管庁においては外部有識者に客観的かつ公正な立場からご意見ご指摘をいただきつつ、問題点を広く抽出して検討を行い、その結果として12項目の改善策を含む調査報告書を取りまとめ、その着実な実施に取り組んでいるところでございます。すでに12項目の改善策のうち、全職員及び外部有識者の意見を集約して出入国在留管理庁職員の氏名と心得の策定を行ったほか、名古屋局における非常勤医師の増員、体調不良の訴えがあった場合や医師による診察を受ける際における通訳の一層の活用、それから体調不良者等につき本庁への速報などの上、仮放免を判断する新たな運用指針の策定など9つの項目について実施したところでございます。またその他の改善策につきましても外部医療関係者等で構成された会議体での医療体制の強化についての検討などの取り組みを進めているところでございます。続きまして技能実習生に対する不当な事案、これに対する対応でございますけれども、外国人技能実習機構におきましては実習実施者や管理団体に対して定期または臨時に実地検査を行っており、法違反を認知した場合は改善を指導勧告するとともに違反対応等に応じて事務省庁において管理団体の管理許可の取り消しや実習実施者の技能実習計画の認定の取り消しなどを行っております。また技能実習生の保護に向けた対応でございますが、技能実習機構では8カ国語での母国語相談を実施しているほか、実習先変更支援、一時宿泊先の提供など技能実習生の保護の取り組みを進めております。さらに令和3年4月からは暴力や脅迫等の人権侵害行為の相談に対応するため技能実習 SOS 緊急相談専用窓口を設置しており、技能実習生の状況を踏まえた適切な対応に努めているところでございます。中野広政君。ありがとうございます。政府の取り組みを伺いました。しっかりと今述べられた点を実行するとともに、またいろんな相談窓口の開設のようなお話もございましたので、しっかりと、それが制度を周知をしていただいて活用いただくということが大事であると思います。よろしくお願いいたします。でそして、この外国人の人権というのは、単にこの外国人のためということももちろんあるんですけれども、それだけにとどまらずですね、やはりこれからの日本の社会の在り方、多様性に富んだ社会を実現をする、
あるいは個人の尊厳や人権を尊重した社会を実現をする、まあ、こういう社会の在り方という意味でも私は非常に重要な問題ではないのかというふうに考えております。そのためにも外国人との共生社会を実現をしていく、まあ、これが大変に重要であります。でこれをまあ実現をするために今まさに関係閣僚会議を開催をしていただいて、でそして対応していただいている、そんなことを承知をしております。で大臣にお伺いをしたいんですけれども、まあ、こうした中で人々のまあ、意識のまあ変革ということが非常に大事というふうに思っておりまして、まあ、そういう意味ではまあどのようにこのいろんな取り組みを皆さんに啓発をしていくのか、まあ、こういうメッセージをどう出していくのか、これは非常に大事であります。この共生社会に向けたまあ意識の啓発ということで今後政府としての取り組みをぜひ大臣にお伺いをしたいというふうに思います。古川法務大臣。お答えいたします。外国人との共生社会を実現するためには、すべての人が多様性を尊重して、共に社会を作っていくことの意義を理解すること、その理解が広まっていくことが、最も重要だと、委員のご指摘のとおりだというふうに思っております。これまでも政府におきましては、総合的対応策に基づいて、外国人との共生に関する啓発活動にこれまでも鋭意取り組んでまいりました。で先ほど委員ご指摘もいただきましたように、政府の閣僚会議のもとにですね、移住者会議が設置されておりますけれども、昨年11月、そこで、示されました意見書におきまして、目指すべき共生社会のビジョン、3つのビジョンを示されたわけですが、その中の1つに、個人の尊厳と人権を尊重した社会というものが挙げられておりまして、その実現に向けて、意識醸成の取り組みが重要であると。これを推進すべしというご意見もいただいております。政府におきましてはこの意見書の内容も踏まえまして、今年の6月ごろをめどにですね、中長期的に取り組むべき施策等を示す工程表を策定するなどしまして、この啓発活動を含む共生社会の実現に向けた取り組み一層推進してまいりたいというふうに思っております。本当にご指摘のとおり、このお互いにですね、すべての人がお互いに認め合って、尊厳を尊重し合ってですね、そして差別や偏見なく暮らしていけること、まあ、多様性のある社会を実現するために頑張っていきたいと考えております。中野博正君。大臣ありがとうございます。まあ、身近に外国人の方で働いている方もまあ増えてきたと感じますし、またそうした方の師弟が学校にいらっしゃったりですとか、まあそういうまあますますこのいろんな方と接する機会というのが本当に増えてくるというふうに思っておりまして、そういう意味でやはり法務省のこうした啓発の取り組みというのが非常に大事だというふうに思っております。どうかよろしくお願いいたします。続きまして、ちょっとテーマを変えるんですけれども、所有者不明土地の問題ということで、ちょっと何問か質問をしたいと思います。で土地の、まあ、登記が進まないまま世代を、まあ、交代をしている、で所有者不明になってしまう、まあ、これは大変に大きな課題だと思っておりまして、まあ、自治体にとりましても、まあ、公共事業をいざ行おうとしても、まあ、用地買収をしようとしたら、まあ、所有者不明土地だということで、買収ができない、まあ、なかなかこれは手がつけられない、まあ、こういうことも散見されます。私もかつて国土交通省という役所におったことがございまして、用地買収の部門にもいたことがございますので、所有者不明、で名義が共有で、まあ、本当に何世代も遡らないとわからない、まあ、こういう土地がありますと、もうそれを調べるだけでも、まあ、大変な時間と、まあ、手間がかかる、まあ、これを非常に痛感したこともございます。でこのため法務省におきましては、今長期相続登記等未了土地解消作業、まあ、こういう制度を導入をしていただきました。でこれは法務局が、まあ、所有者の探索をまあ、進めるための法定相続人、まあ、これを調査をしていっていただいている、まあ、こういう状況であります。まあ、非常に大事な事業であると思いますし、で、まあ、これがしっかりと円滑に進んでいけば、
また自治体にとっても非常にこの事業の実施というものが早く進むのではないか、私このように期待をしております。で、さまざま現場で状況をお伺いをしますと、やはりこの作業も実施を進めるにあたって、事業をやっていただいているわけでありますけれども、やはりさまざまな制度の在り方、事業の在り方もしっかりと改善をしながら、これを進めることが大事だというふうに思っております。事業でありますので、例えばその発注において、適正な予定価格が設定されているか、こういう観点も非常に大事なことでありまして、こういうことも含めて、事業の改善と実施の改善ということをぜひ図っていただきたい、現在の実施の状況も含めて、合わせて、政府のご認識を答弁をお願いをしたいというふうに思います。金子民事局長。お答えいたします。委員ご指摘のとおり、法務省では所有者不明土地特措法に基づく長期相続登記等未了土地解消作業としまして、地方公共団体などの求めに応じて公共の利益となる事業が実施される地域内にある長期間にわたり相続登記がされていない土地について、その登記名義人の法定相続人を探索する事業を全国の法務局で実施しています。平成30年11月に開始したこの事業の実績としまして、本年1月末までに21万筆を超える土地について法定相続人の探索を完了し、その結果を地方公共団体等に提供してきました。そこでこのような実績を踏まえ、本年4月からは1番目としまして、公共性の高い事業を実施する民間事業者からの要望も新たに受け入れ、作業対象となる事業の範囲を拡大する。2番目としまして、法定相続人探索の要件を緩和し、作業対象となる土地の範囲を拡大するなど、より公共の利益となる事業の促進に資するよう運用の見直しを図る予定でございます。またこの事業のうち相続人の探索作業の一部は一般競争入札手続きにより外部委託しておりまして、その多くが司法書士を構成員とする団体に受託していただいているところでございます。法務省としましては引き続き受託事業者と十分連携を図り、見直し後の運用に基づいたこの事業をしっかり推進していくとともに、一般競争入札の実施にあたりましては作業内容等を踏まえた適正な予定価格を設定するなど、法務局が適正価格での契約を確保することができるよう引き続き努めてまいりたいと考えております。中野博正。ありがとうございます。何点か事業の改善、先ほどの私の指摘した予定価格の問題も含めまして、さまざまな運用改善をこれから図っていくというご答弁もいただきましたので、ぜひお願いをしたいと思います。で、合わせまして、所有者不明土地の、大きな法改正をしていただいたときに、相続登記の義務化というのも一つ大きな改正点の一つであったかというふうに思います。で、所有者不明土地への対策を進めるために、これは令和6年度から相続登記を義務化をする、こういう法改正であります。これについては、かなり多くの方に影響がございますので、やはりしっかりと、このそれが義務化になっているということをやはり知っていただくと、周知啓発というのが、何よりも大事であるというふうに思います。ぜひこれを進めていただきたいと思いますし、こうした中で、地元で、いただいた声としてありましたのが、実は表題登記については今すでに義務化をされているけれども、それについても合わせてこれをやっていただかないといけない。これは当然今義務化であってもやっていただいていない方がいらっしゃるということでございますので、これも合わせて広報していくことがやはり重要ではないかというご指摘もいただきまして、まさにそうだなというふうに私も思ったところでございます。こうした点も含めまして、この相続登記の義務化についての広報、あるいは周知啓発、これをどのように行っていくのか、これについてもご答弁をいただきたいと思います。金子民事局長。お答えいたします。令和6年4月から始まる相続登記の申請義務化につきましては、国民の皆様に新たな負担を課すものであるとともに、過料を伴う具体的な義務を設けるものであることから、広く国民一般に対して十分な
周知を図ることが重要であると考えております。そこで法務省では地方公共団体や専門資格者団体等と連携しつつ、ホームページや各種媒体を通じた情報発信を進めているところでございます。またすでに現行法においても所有者に申請義務が課されている表題登記等につきましても、不動産の物理的状況を公示するものであり、相続登記をはじめとする権利に関する登記の前提となるものでありますことから、建物の新築や増改築の際などには適切にその申請義務が履行され、表題登記等がされることが重要であると考えております。法務省としてはこのような表題登記の意義や重要性等につきましても、広く国民の皆様に理解していただけるよう、地方公共団体や関係団体と連携を図るなどして必要な周知広報に取り組んでまいりたいと考えております。中野博正。ありがとうございます。しっかりこの登記が進んでいくということが、まずはこの所有者不明の、土地、最近は建物というのもあろうかと思いますけれども、これの解決について、非常に重要であるというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いをしたいというふうに思います。で、先ほどは私、長期相続登記等未了土地解消作業ということで、取り上げましたけれども、もう一つ、土地の調査という意味では地籍調査の推進、これは直接法務省というより、国土交通省のご担当であろうかと思いますけれども、これについても、非常に重要であるというふうに思っております。で、地元で少しお話を伺いましたのが、もちろんこれ、都市部においても地籍調査、実施をしていただいております。で、都市部は都市部で関係者が非常に多かったり、かなり権利がこういろんな形で、関係者とのこういう調整が難しかったりですとか、都市部においての課題というのももちろんあるんですけれども、今度は山林部であるとか林のような、林地、こういうところについても、やはり地籍調査というのが進めていくにあたっていろんな課題があるということもお伺いをいたしました。今ちょうど林野庁の方でも、新しい、森林経営管理、こういう制度も、まさに始まっているところでありますので、やはりこの、山林部のところにおいても、しっかりとこの地籍がはっきりしているということは非常に大事であるというふうに思いますので、この地籍調査の推進、これをぜひ進めていただきたいと思っております。他方で、これは住んでいる場所に、今住まれている場所と比べて、例えば現地で確認をしようにも、非常に遠隔地であったり、いろんな困難というのもあるというふうにもお伺いをしていて、これもなかなか進まないというふうにも聞いております。ぜひ政府の方で、今後どういう形で、こうした地籍調査を進めていかれるのか、これについてもぜひご答弁をいただきたいと思います。国交省吉田不動産経済建設経済局次長。はい、国土交通省よりお答え申し上げます。地籍調査によりまして、山村部におけます、土地の境界を明確しておくということは、適切な森林の経営管理はもとより、災害時におきます、迅速な復旧などにも不可欠なものとして極めて重要であると認識しておりまして、令和2年に閣議決定された国土調査事業10カ年計画に基づきまして、山村部を含む地籍調査の促進に努めているところでございます。一方で、山村部におきます調査につきましては、調査対象地域が広大で、しかも急峻な地形が多いことに加えまして、土地所有者の高齢化が進んでいることも相まって、現地で所有者に境界を確認していただくとありますとか、あるいは測量作業自体にも困難な面がございます。このような状況の中で、令和2年に国土調査法等を改正していただきまして、土地所有者の現地確認、現地での立ち会いだけでなくて、図面の郵送でありますとか、集会所等で確認をしていただく手法でありますとか、また測量につきましても山の中の現地測量だけでなくて、航空機に搭載したレーザー測量機器などを用いて取得したリモートセンシングデータを活用する調査手法など、効率的に調査または測量することができる仕組みを整備していただいたところでございます。
実際にもこのような地籍調査の現場におきまして、これらの新たな調査手法の活用が進んできているところでございます。国土交通省といたしましては、引き続き地籍調査の計画的な推進に必要な予算の確保に努めますとともに、地方公共団体へこうした新たな調査手法につきましての情報提供をしっかりして、その普及を推進し、地籍調査の一層の円滑化、迅速化に取り組んでまいりたいと考えております。中野博正君、ありがとうございます。新しい手法も、まさに始まっているということでありますので、ぜひ周知もしていただきながら、必要な予算の確保というのも大事でありますので、ぜひこれも合わせてお願いをしたいと思います。で、最後に何点かインターネット上の、誹謗中傷、これについてもお伺いをしたいというふうに思います。こうしたさまざまな、誹謗や中傷というもの、大変な課題だというふうに思っております。一時期ヘイトスピーチというのが非常に大きな問題になったことがございます。私の地元でも、そうしたことがありまして、これはヘイトスピーチの解消に向けて法律も制定をいたしまして、今かなり件数自体も減っているというふうにも聞いておりますけれども、他方で今は SNS などインターネット上の空間における誹謗中傷、今非常に SNS などを活用している方というのも増えております。こうした中で対応もなかなか難しいで、あるいは大変痛ましい事案もニュースで発生をしていたり、こういう状況であります。で、私も今公明党でも、青年委員会という若手の活動もしておりますけれども、やはり若い方からもこうした、日常的に SNS をやはり使われておりますので、こうした誹謗中傷の問題、これをもうなんとか解決をしてほしい、大変に心を痛めているという、あるいは実際に自分も悩んでいるといったような、いろんなお声もいただいているところでありますので、これをまさに防いでいく、どうやっていくのかというのは非常に喫緊の課題、このように考えております。で、今日総務省の方にも来ていただいておりますので、この政府を挙げての、ぜひ取り組みを進めていただきたい、こういうふうに考えておりますけれども、現在この全体的な取り組みについて、どのようにやられているのかというのをご答弁いただきたいと思います。総務省北林電気通信事業部長、お答えいたします。インターネット上における個人の人格や名誉を傷つける誹謗中傷は許されないと考えております。総務省におきましては、インターネット上の誹謗中傷対策につきまして、2020年の9月に取りまとめた政策パッケージに基づき、 ICT リテラシー向上のための啓発活動、有識者検討会におけるモニタリングを通じた透明性アカウンタビリティの確保や、プラットフォーム事業者による取り組みの促進、相談対応の充実などの取り組みを推進しています。また誹謗中傷を行った匿名の発信者を特定するための手続き等を定めたプロバイダー責任制限法を改正し、裁判の手続きの迅速化を図るなどの制度整備も進めているところでございます。総務省としましては、引き続きこうした必要な取り組みを関係省庁、関係機関との連携の下で行っていきたいと考えております。中野博正君。総務省からご答弁をいただいたのは、改正プロバイダー責任法の改正というのも答弁をしていただきました。実際に司法の手続きということを行っていくにあたって、迅速化をしていく、これは非常に大事であるというふうに思います。で、他方で、今回、聞いておりますのが、侮辱罪の法定刑を引き上げるという議論を今まさに行っていただいているというふうにも聞いております。これを厳罰化をしていく、こういうことであろうかというふうに思いますけれども、これについて、現在の、議論の、状況をお伺いを、するとともに、これがインターネット上の、誹謗中傷を防いでいくために、どういう効果や、あるいは狙いがあるのか、こういうことも含めて、合わせて今の状況を答弁いただきたいと思います。川原刑事局長、お答えをいたします。近時インターネット上の誹謗中傷が社会問題化していることを契機といたしまして、誹謗中傷に対する非難が高まるとともに、こうした誹謗中傷を抑止すべきとの国民の意識も高まっているところでございます。こうしたことに鑑みますと、
公然と人を侮辱する侮辱罪について厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、これを抑止することが必要であります。そこで令和3年9月、法務大臣から法制審議会に対しまして、拘留または科料とされている侮辱罪の法定刑を1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に引き上げることについての諮問がなされました。そして同年10月、法制審議会からこれを相当とする答申がなされたところでございまして、現在今国会に法案を提出できるよう準備を進めているところでございます。中野博正君。現状の、法律を提出準備ということで、お話をいただきました。でまたこうした誹謗中傷に対する、社会的な、対応してい、いく必要がある、こういう要請がある中で、その抑止力として、これを引き上げていこう、こういうことも答弁をいただきました。これもぜひとも実現をしてですね、そうした抑止が図れるような、これをぜひやっていただきたいというふうに思っております。で最後に少し各論にはなりますけれども、ブラック差別の解消ということで、最後に一問ご質問をさせていただきたいというふうに思います。先ほど、プロバイダーの取り組みということで、法律を改正をして、これは司法の開示請求などがやりやすくなる、こういうことをもうやっていただいておりますけれども、インターネット上のプロバイダーに等にですね、やはりこうした差別的な投稿についてはしっかりと自主的に削除をしていただくということも非常に大事であるというふうに思っております。でこうした取り組みをですね、ぜひ進めていっていただきたい、こういうふうにも思っているところでありますけれども、他方で、ブラック差別について、これがインターネット上で、いろんな形で、誹謗中傷するようなものが上がっているわけでありますけれども、なかなかですね、こうした、ある意味日本の歴史的な、いろんな経緯もありまして、このブラック差別について、やっている、いろんな、例えば私も、動画とかですね、そういうものも見たことがありますけれども、これがなかなかプロバイダー等にですね、差別であるということがなかなかこう理解が進まないというか、そうした、この動画の、どの部分がどう差別なのかみたいなところがですね、なかなか実はご理解がいただけないくて削除されにくいということがあるというふうなことも実はお伺いをしたこともございまして、やはりこうしたこれが差別であると、でこのブラック差別の解消というのが非常に大事なことであって、これをしっかり進めていかないといけない、こういう理解をぜひ醸成をしていかないというふうにも思っております。で、そういう意味では国がの、こうしたこの理解の醸成に向けての取り組みというのも非常に大事であるというふうに思っておりまして、ぜひこれを取り組んでいっていただきたい、お願いをしたいところでございますけれども、最後にこれにつきましてご答弁をいただきたいというふうに思います。松下人権擁護局長。お答えいたします。法務省の人権擁護機関では、特定の地域を同和地区であると指摘する情報につきまして、それ自体が人権侵害の恐れが高い、すなわち違法性のあるものでありまして、原則として削除されるべきものであるという考えに立っております。そこで関係行政機関等から通報などによってこうした情報を認知した場合には、プロバイダー等に対して削除要請を行うなどの対応を取っております。しかしながら、委員ご指摘のような動画につきましては、必ずしもご指摘のとおり削除が進んでいない状況にございまして、その原因につきましてもご指摘のとおりでございます。海外事業者の理解という理解をしていただくことが難しいということがございます。でそこで法務省では総務省とともに、プロバイダー等との意見交換の場として実務者検討会というものを継続的に開催しておりまして、また個々の事業者とも個別に協議意見交換を行いまして、ブラック差別の問題も含めて削除要請に対する理解を求めているところでございます。私どもとしていたしましては、引き続きこうした取り組みを通じて、特定の地域を同和地区であると指摘する情報がブラック差別に直結する情報であって、削除されるべきものであるという認識をプロバイダーとの間で共有できるように、粘り強く対話を進めて取り組んでまいりたいと考えております。中野博正君。ありがとうございます。時間がまいりましたので、以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。これにて中野博正君の質疑は終了いたしました。
次に劉